さあどうも綿貫です。現在ね東京駅にいるんですけど、今回何をするかっていうと、またねスタッフが企画を考えてみてくれたんですけど、何でしょうね。ちょっとねまた受け取りますね。ん？虹色の駅名ラリー、またなんか謎の台紙が登場しましたけど、あーでもまあねなんとなく理解しましたね。まあ、各ねこの虹がね赤、だいだい、黄色、緑、青、藍色、紫って7色あるんですけど、その色の頭文字で始まる駅名の駅に行って、この大きさはあれですね、多分そこで切符を買ってここに貼り付けて完成させろってことですね。あ、これもなかなか面白そうですね。だから最近ねなんか東京周辺で色の駅名スタンプラリーみたいなのやってましたけど、それのねちゃんと虹色バージョンですね。あ、なるほどね。あ、そしたらね虹の色の順番順にね巡りますか。確か覚え方で赤、銅、黄、緑、青、藍、紫でしたっけ、なんかそんな覚え方があるんで、赤からね巡っていきますか。赤だとねこの近くでね一つ思い浮かびますね。じゃあそこに向かってね早速進んでいきましょう。さあでは赤羽で下車しました。赤羽のね赤はすぐ思いつきますね、まあ、とりあえず改札の外に出てみましょう。さあではやってきました赤羽駅ですね。まあ、ここはね上野東京ライン、湘南新宿ラインが交わって、さらに埼京線もねあったりとね、かなり一大ターミナル駅ですね。いやでもクリスマス前のシーズンだからかね、こう装飾がライトアップがされてて結構綺麗ですね。で買ってきましたこの赤羽140円の切符ですね。まあ、入場券にしようかも迷ったんですけど、行く駅でね入場券が売ってない可能性もあるんで、今回はね初乗り区間の切符を集めていくことにします。さあじゃあ早速ねここにね赤のところにね切符を貼ってみますか。これどうサイズは大丈夫なのかな。お、あ、結構ぴったりですね。ではねこの糊を持ってきたので糊でちょっと貼り付けます。いやまさか切符をねこう糊付けで紙に貼る日が来ると思わなかったですね。とりあえずこれで赤の欄が埋まりましたね。じゃあ確かねこの赤羽駅でこの赤の欄のね切符を貼りましたね。じゃあ次は代々に移動するんですけど、代々で始まる駅名なんてあったかな、ちょっと私の知る限りで思いつかないんですけど、代々、代田橋とかじゃねダメですもんね。とりあえず考えながら次の駅移動していきましょう。じゃあ東京駅戻ってきたんですけど、東京でねこれから何に乗るんでしょうね。一般号系も止まってますね。ありがとうございます。今度の9番線の、さあではね東京からサンライズ瀬戸に乗って、なんとね高松まで来ましたね。ここからね何に乗り換えるんでしょうか。なんかね面白い行き先の列車が止まってますね。これに乗ってみようかな。ふうではオレンジタウンで下車しました。なんかねここだけ見るとすごい秘境駅っぽいね雰囲気のところですね。こんな感じですね。まあきっとこのね駅名からすると新しい方の駅だろうから、多分住宅地とかね開発に合わせてできた駅なんですけど、のどかな静かなところですね。駅名表はねこんな感じですね。オレンジタウンってねなってますね。でそう代々っていう駅名がないんですけど、オレンジだったらあるんでねここにしましょう。でただここ切符売ってるのかな、とりあえず外に出てみましょう。無人駅ですからね、売ってなかったらね次の手を考えなくちゃいけない。この縦の駅名表もありますね。自動切符売り場ってある、お、あるのかな。よしよしよし、じゃあここでどんな券売機なの、すごい細いけど本当に券売機あるの。おー、あったあったあった。これでどんなのが出てくるんだ。ただいま発券中です。よしよし。さあじゃあオレンジタウン行きは折り返し高松行きになるようですね。ここを見てみるとナマズがいますねこれ。じゃあこの高台の方に出口出てみましたけど、オレンジタウン駅ってそこのなんだコンクリートみたいなところに書いてありますね。いやーこんな駅舎ってなかなか見ないですよね。 JR 四国っぽくないな。いやーでもいい景色のところですね。
でこれ結構下の方のね、もう一個の出口の方も気になるんで、ちょっとそっちも行ってみます。下にね、降りたところにも出口があって、あ、ここはいいですね。目の前にね、止まってる列車が見えますね。じゃあね、早速2駅目でもう四国まで来ましたけど、この、虹色の駅名ラリーのね、台紙にね、切符を貼っていきましょう。さあ、じゃあ2箇所目、大台のところにね、貼り付けていきましょう。よし、貼れましたね。これで赤、オレンジまでね、来ましたね。いや、これ結構楽しみだな、これ。じゃあまたね、次の駅移動していきましょう。じゃあさっき乗ってきたね、折り返しのオレンジタウン始発で高松に戻りましょう。さあ、じゃあ高松駅ね、サンライズ入線してきましたね。いや、楽しみだな。じゃあ乗っていきましょう。ご乗車ありがとうございます。この列車は寝台特急サンライズ瀬戸号東京行きです。まもなく横浜です。京浜東北線湘南新宿ライン。では改めてね、横浜で下車ですね。なんかね、ものすごい距離を移動した気がしますけど、続いてのね、目的地移動していきましょう。さあ、続いて普通京急久里浜京急線に乗ります。これかなりレア行き先ですね。さあ、ではね、横浜から3つ目のね、小金町で下車しました。ちょうどウィング号が通過していきましたね。さあ、じゃあ小金町駅ね、改札の外出てみました。あ、ちょうどね、普通品川駅ですから来ましたね。じゃあね、早速ね、切符を買っていましたんで、台紙に貼っていきましょう。さあ、じゃあ登場しましたね、こちらの台紙。続いて3つ目、黄色の欄がね、埋められますね。こちら小金町ですね。さあ、よし、ぴったりですね。続いて乗るのが相鉄線ですね。では確定の湘南台行きに乗ってきます。これボックスシート行けんじゃないかな。本日も相鉄線をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は自分の選択する各駅電車湘南台行きです。 The next stop is 平沼橋。 Next stop is 中。さあ、では相鉄線を緑園都市で下車しました。なんだかね、ホームが広いですね。あんまり相鉄泉野線で乗ることが少ないけど、どこもこんな感じなのかな。だってこのね、もうホームの屋根がね、屋根を越えてホームがね、ありますね。さあ、では駅の外に出てみました。やっぱりね、この相鉄泉野線は比較的新しい路線なので、この緑園都市駅周辺もね、泉野線に合わせてニュータウンとして開発したんだと思うんですけど、なのでね、こうバスターミナルとか、あと駅前のね、スーパーとかが綺麗にね、整備されててね、まあ駅の周辺も使いやすいんじゃないかなって感じはしますね。じゃあね、早速台紙に切符を貼っていきましょう。さあ、じゃあ続いてね、こう緑の欄にね、貼ることができますね。じゃあこの緑園として貼っていきますね。いやー、でもこれ初乗りの値段がね、170円するんですね。泉野線は加算運賃か。まあ、JR 四国の、ね、オレンジタウンの初乗りと一緒ではありますけど。いやー、では青物横丁で下車しました。まあ、ここに特急停車駅なんで特急できてもよかったんですけど、京急はもう普通列車がかなり通過待ちが多いので、結果としてね、遅いのでね、横浜から青物横丁まで1時間近くかかりましたね。さあ、では青物横丁の外に出てみました。まあ、こんな感じでね、ビルの間に挟まれたようにね、駅が見えますね。まあ、ここなんかはね、臨海線の品川シーサイドと、あと京浜東北線大井町がね、間にありますんで、両方歩いて15分ぐらいで行けるのかな。まあ、そこに京急沿線の人が乗り換えるために使うっていうね、需要も一応あるみたいです。さあ、じゃあ続いてね、また台紙に切符を貼っていきましょう。ついにね、青ですからね。まあ、切符はね、ピンク色ですからね。いや、じゃあこんな感じで5つ目まで来たけど、次の藍と紫ってあんのかな。それが疑問ですけど、次の駅に移動していきましょう。4番線の電車は11時18分発。
ではね、やってきたのが大阪駅ですね。次の藍色を目指していくんですけど、ここから何に乗っていくんだ。丹波寺快速14時51分発笹山口行き、これに乗ってね、次の藍色を目指して移動していきます。では藍色の藍本駅で下車しました。この丹波寺快速は、ね、止まるような駅ですけど、あ、自分の他に誰もおりなかったですね。あ、こんな駅なんですね。すごいのどかですよね。で、藍本駅、駅舎はこんな感じですね。いやー、周りは山に囲まれてて、でもね、こう藍色の、ね、名前をつく駅が、ね、ちゃんとあるのがね、いいですよね。じゃあ早速ね、切符を買ってみましょう。一応ここは大阪から990円区間で、イコカもね、使えるエリアですね。まあ、この無人駅とかにありがちなタイプの券売機で150円。おお。でもね、ここの相本駅、こう駐車場もあってバスロータリーもあってね、すごいいい作りですよね。これで利用者がね、少ないのがちょっと寂しいですけど、駅ね、この西側の方はいくつか家がありますけど、今自分が立ってるね、この東側、こっちは振り返ってみると、畑がいっぱいあって、道路はね走ってますけど、あ、全然家はね見渡らないような、そんなところになってるんですね。いやー、なかなかこの企画でもなかったらなかなか来ないような駅が降りれたんで嬉しいですね。さあ、ではこちらの台紙、なんか久々に見た感じがしますけど、では藍色で無事に7個中6つ目終わりましたね。いやー、これ結構見てて気持ちいいですね。ではね、最後紫移動していきましょう。これもね、今日中には移動できないんで、またね少し日が空いちゃうと思いますけど、では移動していきます。さあ、では現在いるのが西鉄の天神駅ですね。もうね、撮影を開始してから半年ぐらい経って、で前回の撮影からも4ヶ月ぐらい経ってるんで、もうどんなね中断の仕方をしたか覚えてないですけど、ここからね最後の紫に向かえるようですね。じゃあね、進んでいきましょう。じゃあこれからだと、この急行花畑で行けば行けるのかな。これに乗っていきましょう。さあ、そして二日市で下車しまして、普通筑紫駅に乗り換えですね。さあ、ではついに最後紫で下車しました。色そのもののね、駅名が最後にやってきましたね。まあ、こちらにある通り、駅名は紫、駅名表の色も紫ですね。これは最後にふさわしい。では、ね、早速ね、駅でね、切符を買っていきましょう。西鉄の切符ってこんな感じなんですね。水色っぽい、ね、字紋で紫です。いいですね、このね駅舎のところに紫駅ってすごい大きく紫色で書かれてるのがね、また紫らしさを感じます。で、まあ、こんな感じで駅前に、ね、踏切があって、上下線で改札が分かれてる形なんですね。じゃあね、7色の、ね、切符が揃ったんですけど、台紙に貼ってね、最後ねゆっくりまとめるのは、帰りね福岡空港から帰りますんで、そこでねゆっくり時間があるかな。さあ、ではね、やっぱり最後はね広々としたところということで、福岡空港の展望デッキに来てみました。で、ここでね最後のね切符を台紙に貼っていきましょう。
いやなんかこの髪ねすごい久々に見た感じがしましたけど、これにね最後のピース紫がねはめ合わさりますね。では最後紫貼り付けます。いやということでついに7色揃いましたね。いや11月25日からもう5月14日までもう本当に約半年かけてねこの企画やってきましたけど、もうね関東から九州までね日本の半分ぐらいをね股にかけたすごい駅名ラリーになりましたね。一応ね改めて元の何も貼ってない台車はこんな感じで、赤大大黄緑青藍紫っていうねマスがありますけど、まあこのようにね赤羽オレンジタウン小金町緑園都市青物横丁藍元紫という風にね7色揃えることができました。いや長かったな。いやでも改めて、ね、見てみますとこうね何の脈絡もないね関係もないねこれらの7つの駅がね虹色の駅名というねフィルターを通してみるとそれぞれね共通点があってこんなに並ぶっていうね不思議なね現象ですよね。こうしてねこの7駅が集まったもね何かの縁ということでねこれもね家にね大事に飾っておきましょう。まあ、こんな感じでねテーマに沿って駅を巡っていくっていうのもねなかなかね面白いし行ったことのないね駅にね行くきっかけにもなりますんでね、またね何かね思いついたらねやってみようかなと思います。ではこんな感じでね半年にわたってね撮影された虹色の駅名ラリーの動画以上になりますんで次の動画もよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。